あ、もう始まる。あ、まあ、でもあと2分あります、ね、うん、ライト眩しいな。あ、そっか、今のまんまやると自分の顔が映るんで。あ、いいんじゃないですか、映してください。ワイプで顔が映っちゃいます。なんか変な顔してるから映るんですよ。あ、いいと思いますよ、気抜かないで頑張れるじゃないですか。いや、大体あれなんですよ、あの自分の番組見たらサムネイル白目向いてたり。あ、分かる、そういう人いますよね。でも私もそっちタイプかもしれない。なんかこの瞬間だけが切り取られるんだろうな。分かる、なんか運が悪いのか、何なのか、はい、謎ですよね。謎ですよね。ちょっと YouTube さん、悪意があるな。ちょっと、風流あるしていいですか。はい。こんにちは。はい、じゃあ、まもなくですね。はい。皆さんこんばんは。4月26日木曜日、そら豆ラジオ始まりました。シンガーソングライターのゆうきと、私ミキサーの FM ギノワンスタッフキャンでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンさん、キャンじゃなくてキャンティーでしょ。あ、でしたでした。すみません、先週バタバタしすぎて、うん、ちょっとあ、そんなことあったなと今思い出しました。そう、私がキャンさんの名前をこのね、ラジオの中では、はい、キャンティーにしちゃおう、キャンティーでっていう話で、はい、キャンティーです。キャンティーです。しかもチェリー味のキャンティーってどうですか。あ、チェリー味のキャンティー、うん、めっちゃよくないですか。あ、まあいいです ね、 ね、はい、じゃあ今度からチェリー味のキャンティーですね。よろしくお願いします。わかりました。で、いついちご味になれるのかっていう、ね。はい、よろしくお願いします。あ、大吾さん忘れてた。うん、忘れてたね。みんな忘れてた、はい、チェリーなんです。そうなんですよ。いちごになる日を夢見て、はい、はい、一緒にやっていきましょう。来月31なんだけどな、俺。なんかね、そう、誕生日の時までにっていうね、はい、そう、なんか特番でそういう話してましたね。特番でなんかいろいろ根掘り葉掘り言われましたけども、うん、やられましたね、はい。それが来月の、12日、もうリミットが、うん、10日もない、ある、いや、10日はありますけど、2週間ぐらいしかないですね。ないっすね、はい。どうですか、順調ですか。なわけないなわけないですよ。そんな1ヶ月でどうこうできるんだったら今までの人生どうかできてますよ。31年もあったんですよ。そうですよ、31年も時間があったのに。いや、それまでこのゆったりしてた人間がいきなり1ヶ月で、うんうん、なるほどね。多分明日世界が滅ぶって言われても無理ですよ。うわー、でも分かんないですよ、人間、はい、そういう場面になれば。あ、まあまあまあ、場面になればですよ ね、 ね、場面に持っていくのが大変なのか。そうですよ、もしかして、はい、そっかそっか。しかも大吾さんがほど遠い味だなってまさに今そういう状態ですね、うんうん。でも皆さんで楽しみにしましょう、はい、チェリー味がいちご味になるまでを頑張ります。面白い。たまにはじゃあいい声で話したりとかしましょうかね。ああ、そういうの、あ、ラジオでアピールするのもいいんじゃないですか。そうですよね、うんうん、女性の方、ね、女性の方が聞いてるかもしれないですからね。そうですね、でも結構男性の方多いですよね、ラジオ聞いてくれて。まあ確かに多いですけどね、うんうんうん。じゃあ今一度自己紹介し直してもよろしいですか。あ、どうぞどうぞお願いします。
どうも、FM ギノワミキサーのチェリー味のキャンティーです。いいね。いいですか。いいね。よっしゃー、いいと思うよ。次からこんな感じで行きましょうかね。ファンとかついちゃうんじゃない、はい、あー嬉しいですね。なんか曲作ろうかな。チェリー味のキャンティーっていう。チェリー味のキャンティー。ぜひお願いいたします。オープニング曲みたいな、はい、あ、いいね。はい、ぜひコーナー作っちゃったりとかして、うんうん、あ、じゃあ2人のさ、はい、作るよ、私。私は私の自己紹介の曲、自己紹介の曲とチェリー味のキャンティーのなんか曲、曲を。そう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 、ありがとうございます。嬉しい限りですね。うん、あ、いいね。ちょっと作りたくなってきた。あ、もうぜひぜひお願いいたします。どんなの作ろうかな。あの、取材も受けますので。あ、それ大事ね。掘り葉掘り、それ大事、それ大事。じゃあ今度飲みに行きながらね、はい、そうですね。うんうんうん、あの、いい、あの、バーとかいっぱい知ってますので。あ、ぜひぜひ。じゃあチェリーをね掘り葉掘り。はい。あ、リンリンさん初見です。 ありがとうございます。ありがとうございます。かっちゃんさん、こんばん、チーズチーズチーズ。大吾さんがオープニングで2曲流れるのって。3曲だよ、空豆と私のとキャンティーの。うざいかな。いや、 BGM でいいんじゃないですか。あ、 BGM でずっとループで。あ、 CM 明けとか、 CM 明けとか、 CM 前とか、もしかしたらジングルになるかもしれないですね。あ、そうだね。 そっか、あの、なんだった、このコーナーのジングルにするとかね、はい、とか CM 明けのジングルにするとか。そうそうそう。で、なんか私もあれが欲しい、キャッチフレーズみたいな。キャッチフレーズですか。うん、なんか可愛いのないかな。可愛いキャッチフレーズ、なんかみんなつけて、つけて。そうですよ、これリスナーさんの方がいいんじゃないですか。うん、なんかね、前は結構ね、なんかね、はい、あ、なんだっけ、泣き虫寂しんがとか。あ、ね、一応なんか、あ、しっくりくるなって思ったり、なんか何個か見つけて選びたい。もうこの前楽しいことがあったんで、うんうん、今度からはもう楽しいお名前を募集した方がいいかと思います。確かに、なんか前向きに、前向きなやつ、はい、なんかいいのあったら皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リンリンさん、2年前はよくコザギノワン見てましたけど、うん、わら、そうなんですね。そうなんだ。そっか、ギノワンは2年前に始まったんですよね。そうですね、開局2年ぐらいですもんね。コザ、うん、はコザはもう5年ぐらいじゃないですかね。あ、そんななるんですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これをきっかけにまたね、リンリンさん、これからもよろしくお願いします。私は初めましてなはずなので、私で、ね、FM ギノワンスタッフのキャンと申します。よろしくお願いします。キャンティーです。キャンティーです、はい、この番組ではキャンティーです。はい、私は、まあ、シンガーソングライターのゆうきなんですけど、先々週からね、この番組始まってるんですよね。はい、今日が3回目かなの放送となってます。はい、今月からの放送ですね。そうなんです。はい、はい、お、一度沖縄行った時コザに遊びに行きました。あ、沖縄の方じゃないんですね。ほうほうほう。でも結構、内地の方、本土の方も、聞いてくれてる感じですよね。そうですね、いっぱい、コメントとか見てたら。大吾さんも本土の方ですしね。大吾さん、はい、オープニング3曲流れ終わる頃に放送終了。お、リンリンさん、埼玉さん。あ、埼玉なんだ。あ、いいな。埼玉、なんかあの辺憧れますね。関東、東京、埼玉、神奈川、なんか何でもあるイメージ、まあ、何でもあるんですよね、実際。そうです。うん、いいな。いいですよね。僕も都会で暮らしてみたいなと。本当、都会だとないですか、あっちで暮らした経験。ないです。僕田舎に大学行ったんで。お、あっち、あ、田舎で行ったら失礼ですね。いえ、名護です。あ、名護ね。あ、ヤンバルの大学に行きました。ああ、なるほどなるほど、はい。4年間ですね、一応向こうで暮らしてたんで、うんうん、自転車生活、もう中学生みたいな毎日でしたね。あ、いいね、はい、いいね。健康有料時、はい、ただ彼女を連れてデートしようと思うと無理でしたね。あ、彼女はいたんですか。いないですよ。あ、いない。まず作る以前にデートに誘えないですもん。なんで、なんで。自転車だから。自転車だから。あ、そっか、大学生で自転車は難しいのか。難しい。それに、うん、相手に出させるのもなんかかっこ悪いじゃないですか。あ、はいはいはい、確かにね。中学校高校までなら自転車の二ケツで行けるけどね、はい、厳しいか。ちょっとそういう恥じらいがありましたね。なるほど、なるほど。誘いづらくなりますね。
ただ今となったらそんなこと言ってる場合じゃねえぞお前、うん、っていう感じなんですけど ね、 ねリミットは近いので、はい、はい。リンリンさん、埼玉田舎ですって。田舎なんだ。まあ場所によるのかな。いやでも関東ですからね、沖縄に比べたら、うんうん、絶対ね。はい、都会よ、都会よってナルトラさんもこんばんはって。こんばんは。こんばんは、皆さんどうもありがとうございます。本当にそうだな。そうそうねえ、聞いてくださいよ。はい。先週私の初のワンマンライブが無事終わったんですよ。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやーね、だからちょっとこんな感じなんですよね。いやー今日はちょっとなんか全部出し切った後の脱力感ですか。そうそうそう。いや、いいんじゃないですか。たまには抜け殻。はい、そう、ちょっとね1週間はもう多分動けないだろうなって思ってて、はい、本当にそう、こんな感じだからちょっとね時の流れがゆっくりだと思うんですよ今日。もうやりきった感がね。そうそう、だからちょっと変な間とかあったらちょっとキャンティーよろしくお願いします。いや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 、もう僕も変な間作っちゃうタイプですけどね。とりあえずじゃあ、変な間ができたらうん、うん、僕がいきなり宇宙の話をしだすと。あ、いいね、それもありかもしれない。ありなんですか。そこ否定してくださいよ。僕が番組乗っ取りになるんじゃないですか。私でも結構好きなんですよ。あ、そうなんですね。宇宙で、しかも私鳥目で、はい、鳥目ってわかりますか。あ、はい、暗いところが見えないんですよ。暗いところが、そうそう、夜盲症で見えなくて星が見えないんですよ。もう真っ暗なところに、うん、空が、そうそうそう、見えなくて、でも好きじゃないですか。はい、だからもう一生懸命この学生の頃は理科の教科書に星、星、なんか天体習うじゃないですか、はい、それを一生懸命見てたんですよ。土星やら何やらっていうぐらい好き。あー、いいですね。だけど見えない星が。いや、星は見えないですよ。いやー、みんななんかすごい綺麗とか言うじゃないですか。はいはいはい。え、どこが真っ暗だけどみたいな。いやでも残念な感じ。沖縄本島最近明るいですからね。あー、それもあるのか。いや、暗かったら余計見えないんですよ、はい、私。あ、そうなんです。そうそう、だからほらヤンバルとか行ったら街灯もなくて、はい、真っ暗で見えやすいっていうじゃないですか、はい、もうそれだと本当に見えない。あー、もう全然見えない感じ。まだ明るいとこの方が見えるのかな。おーって感じですね。いやですね、僕はですね宇宙好きになったのが小学校1年生なんで。あー、早いですね。2年生までには中学生までの勉強終わらしました。あっていう、ちょっと、ね、痛い子なんです僕。あ、何、私もだいぶ痛いよ。いやいやいや、いつも山内さんに局長に痛いって言われてるから。いや、そんなことないですよ。山内さんはわざと あの人小学生みたいなんで、あは、気になる女の子にちゃちゃ入れるみたいなね。あ、ほんと気になってくれてんのかな。だと思いますよ。うん、じゃあ嬉しい。いや、みんなそのうち 手出さないかが怖いですけど、ね。お金出してくれたらいいかな。あー、OK らしいです。なんだこの大人の会話。ほんと。かっちゃんさん、お疲れ、泣いたかな。泣きました。いやもう、いや、あれだけ思いがこもってれば、うん、絶対泣きますよ。もうめっちゃ泣いた。いや、お客さんも泣いてて、はい、みんな、はい、びっくりした。伝わったんですね。いや、よかった。なんか当日のリハの時も泣いてたんですよ、だいぶ、はい、泣きね。この1曲だけこの自分のことを歌った歌があって、カミングアウトっていう、まあ、ちっちゃい頃から過ごしてきて今に至る歌をね、もうそれをリハで歌いながらもうウェーンって泣いてて、もうギターも弾けんし歌えないしってなって、でもこの曲カットしようかなって思ったぐらいだったんですよ、歌えなさすぎて。歌えなくて、ちょっと感極まってね、はい、だけど一応まあ本番で歌ったら、まあ、ギターも間違うことなく歌いはしたけど泣いてたっていう。でそれを見てね、聞いて、やっぱ泣いてる人もいっぱいいて、でも思いは伝わったのかなって思います。そうそう、しかもナルトラさんが勇気のことを舐めてました、見事にソールドアウト、おめでとう。そうなんです、うん、なんとソールドアウトしたんです。おめでとうございます。パチパチパチ。なんかね、あんまり人数を気にせずみんな来たねとか言ってたんですけど、はい、なんかすごいなんか増えちゃって、あれ、なんか何人入るんだっけモッツって、って思って、このモッツのキャンさんに
160だっけって言ったら、いやいや120でもうソールドアウトにするからって言われて、あ、マジっすかってなって、すぐその場でソールドアウト出したんですけど、結構ねよかったよ。いやお疲れ様でした。本当にもう僕心配だったっていうか、まあ、もうその、うんうん、全部聞いてるじゃないですか、うんうんうん、最初から流れをね、流れを、うんうん、なのでやはり僕もやっぱりお手伝いしたいなっても思いましたし、ありがとうございます、はい、もう本当にその場に行きたかったんですけどね。ねえ本当見てほしかった。いやもうここが、うん、急遽入ることになっちゃって。そうね、はい、そうね、そうそう、まあ、何のこと話してるか分かんない人のためにちょっとこの流れをねお伝えしようと思うんですが、1ヶ月前には前まではこの3マンライブの予定だったんですよ。そうなんです。私の音楽仲間のお友達2人がいて、まあ、3人でライブしようねって半年ぐらい前から話してて、それが急遽1ヶ月前にちょっとねこの2人が出演キャンセルという形になりまして、うん、でそこからえっ？って頭が真っ白になり、まあでも誰かをね他のアーティスト入れてやるとか、まあ、キャンセルにするとかもなく、一人でワンマンやろうって決めてこの1ヶ月間を突っ走ってきたんですよ。でもやっぱこのね持ち時間も3分の1から1分の1、はい、集客も3分の1から1分の1、もうこれは大変だと。それがねもう1ヶ月前だったけど1週間はもういろんなことで潰れて、実質3週間で曲も増やし集客もし、でいろんな人のお力がありチケットソールドアウト、もう泣けるでしょう。いやもう今回ばかりは本当にお疲れ様でした本当に皆さんありがとうございました。もう本当にそうですよ、見来てくださった皆様のおかげですからね、うんうんうん、はい、本当にそういろんな人がもうじゃあ私たちが俺たちが集客頑張るからって言ってくれて、それで本当にあんなねいっぱいの人が見に来てくれて、もうだから最後は皆さん私とハグして帰ってくださいって言って一人ずつハグして返しました。わこれまた熱いですね、いやあれですよやっぱり僕言ったじゃないですか、うん、最初にこの話聞いた時に、うんうん、いや多分必要なことなんじゃないですかって今後の成長に、うん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 、だから今こういう試練があるんじゃないですかと、うんうん、まさにその通りになったと、そんな感じです。本当に試練だったけど乗り越えられた試練、はい、そうなるべきだったのかなって思う。だからこそですよ本当に、うんうんうん、それをやっぱりそういうふうにしたのはやはり、うん、ゆうきさんの努力があったからです。はい、もうそうですよもうそれはそうですよ、努力しないと結果はついてきませんから、うんうん、いや本当に、はい、でもよかった、幸せだった。もう今回ばかりは本当にお疲れ様でした、うん、ありがとうございます。でも今後ですよね、また、うん、そうそうそう、だからこれからねまたどうしていくか、今こんなちょっとふぬけみたいになってるけどいやもう全然今からでもだ、うん、もう本当にいけると思うんで、うん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 、ゆっくり今はゆっくり時間を作って、そうね、エネルギーを貯めて、そうね、次で今回みたいなエネルギーを与えれるような、うんうんうん、またパフォーマンスを皆さんにお届けできるようにですよね。本当本当頑張る。しかもリンリンさんが関東に来てください、ライブ見てみたいって、あ本当見てほしい、ありがとうございます。いやね、ライブなんかライブ配信とかしたい。そうですよね、うん、ライブ配信もそうですし、また向こうに行ってね、うんうんうん、ライブっていうのもやりたいですもんね。本当すごかったんですよ。一応ね言葉で通じないよね。いやどんな人伝えられる。僕は正直今日来た時の表情で伝わりました。あ、嘘、ほんと、はい、ちょっとサッコさんが見に来てくれてたんで、皆さんちょっとサッコさんにじゃあ今度ゲストに呼んでサッコさん伝えきれるかなあ、失礼失礼ちょっと口が滑りましたいやでもサッコさん最前列に座ってて、はい、もう私はサッコさんに空豆って言わせましたからね、マイク向けて。おそしたらまさかなんかすごい控えめな空豆みたいな感じ酒が足りなかったのかなあー、それはあるかもしれない。恥かさしてました、サッコさんのくせに珍しいですねそう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 、なかなか恥かさしないですもんね。うんうん、でもだいぶ恥ずかしがってますよ。まあそれがね、新鮮で可愛かったんですけどね。新鮮ですね、確かにそう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 、可愛いなって思って
さっこちゃん大丈夫かな。いやでも言ってくれると思いますよ。はい、ね、ナルトラさんも先々週に酔いどれ深夜でも告知したおかげだね。確かにね、酔っ払いながらも必死に告知したからね。懐かしいな、あの職場も、うん、うん、おメール来てますよ。お僕の方で読んでよろしいですか。お願いします。函館マウンテンさんからメールです。ゆうきちゃん、チャリーキャンくん、こんばんは。こんばんは。ゆうきちゃんライブ成功おめでとうさん、ありがとうございます。ツイッター、FB で拝見。うんうん、父さん素敵だね。父さん。キャンくん、いちごキャンティーじゃなくゴーヤキャンティーだべ。ゴーヤ。以上、函館マウンテンさんからのメールでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ、あの Facebookとか、まあ、SNS にこの何日後かにお父さんがこのライブの DVD を見てずっと泣いてるってアップしたんですよ。そしたらめっちゃみんなから反応があって、はい、本番でもお父さんずっと泣いてたみたいで、嬉しいですね、うんうん、で、まあ、家でもね何回か見てるんですよ、多分 2,3 回見てるんじゃないかな。でそのそばで妹がね、いつまで見てんの、テレビ見たいんだけど早く終わって出てて、いいな、いいですね、面白いなって思いながら、はい、いや親がそうやってやっぱり見ていただけるっていうのは嬉しいですよね、うんうんうん、そうですね、まあ親もいろいろ心配だったと思うんでね、いろいろあって黒見タクトさん初見です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあここでちょっと一曲、はい、行きましょうかね。はい、吉田、はい、いいですか、はい、じゃあ吉田拓郎さんで今日まで、そして明日から。あと1曲はダンシングですね、うん、はい、今ツイッターの方には入っております。はい、後ろの人がめちゃくちゃ笑ってるって。機長さんです。市長さんです。後ろの人駅員さんじゃありません。市長さんです。市長さんで今まで生きてきました、本当今日まで生きてきました。私吉田拓郎さんが大好きなんで本当尊敬ですね、うん、素晴らしい方ですね、うん、なんか歌がね、124年、4億光年先に原始銀河団を使ったそうです。だからみんな宇宙のこと分かるの。リミさん、お金次第。お金次第。ああ、機長さん、そうなんですよ、実は124億年先が、あ、ね、最近やっとですね。あ、最近？最近やっとです。だって、あの138億年前っていうのが宇宙の起源っていうのが今の有力な説なんですよ。だからそこから、まあ、たった14億年ぐらいしかないですね。なんか億年っていうこの時間が分からなさすぎて、大体ですね、地球が、あ、地球の歴史が48億年。これ絶対女の子とデート行って喋っちゃダメですよ。で、あの恐竜が絶滅したのが1億年前なんですね、皆さん、はい、でもね、逆に同じ趣味がある人だったらいいのかな。ちなみに今日僕自分の番組では相対性理論で、なんで、こう時間が伸び縮みするのかみたいな説明しようかなと思ってます。あ、時間伸び縮みするの？はい、あの実は高速で移動するときに時間が遅くなるっていう現象が起こるんですよ。はぁ、これをちょっと、まあ、あのツイキャスでこういろいろやりながら説明しようかな。じゃちょっと見てみようかな。機長さん輝いてる、ジャムザ輝いてる。いや今日すごいいい日差しがね、うん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 、入ってくるもんですからね。ほんと今日いい天気、すご
はい、じゃあ一旦 CM 行きました。はい。すごいぼーっとしちゃうね。いつのったよみたいな。まあ陽気も結構ありますからね今日は。陽気も？あの太陽も出て。ああポカポカしてる。こういう天気の時結構ぼーっとしますよね。ああ。そっかそっか。皆さんもぼーっとしてるかな。してんか。はい、そら豆ラジオ楽しくおしゃべりしてます。なんかね、あ、そうだ、キャンティさん、はい、BGM お願いしていいですか。なんかな、何か、何か何でもいいです。何でもいいですか、うん、なんか私が元気になりそうなやつ。元気になりそうな曲を。そう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 、お願いします。了解しました。ちょっとこのボケーってしてる感じをね、はい、ぜひ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 。気分が上がる感じがいいですか、それとも元気の出る歌詞がいいですか。あ、気分が上がるやつにしましょうかね。じゃあちょっと僕の得意なジャンルを持ってきましょうね。お願いいたします。 DJ キャン、キャンティ機械を忘れたんでこっちで流します。お願いします。恋するかっちゃんさん、 You can をツイキャスで見てます。 You canユーキャンって私とキャンってこと？私とキャンでもありがとうございます、かっちゃんさん。いやね、先週そうワンマンライブが終わって、まあこんな感じで私は抜け殻状態なんですけど。でもそう、このライブの1週間も、あ、いいですね、ありがとうございます BGM。あの1週間前も結構ドタバタしちゃって、あ、そう、バンド、今回のライブはあのバックバンドをつけてやったんですけど、初めてバンドで、キーボードが琉球ちむどん楽団の荒垣勝志さん、あのこの方はあの、まあ、沖縄で行ったらあの CM で前里ね前里ねとかあるじゃないですか。それを作った方で、結構もう作曲家としてすごい活動されてる方なんですけど、その方がキーボードで、ベースが同じく琉球ちむどん楽団の高尾秀樹さん、そしてギターがアコースティック M の千名勝さん、そしてドラムがディアマンテスのトーマ津勝さんだったんですね。ですごい豪華なバンドメンバーと一緒にやらせてもらって、すごいもう本当に幸せいっぱいだったんですけど、この1週間前4日前ぐらいのリハ最後から、あと2回しか練習がないって時に、このドラムの津賀篤さんがなんと牡蠣に当たったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。牡蠣ですか。牡蠣、なぜかこの練習の前日に牡蠣を食べて、で当日すいません、牡蠣に当たってしまって練習に来れませんということで、その日はあのドラムなしで練習したんですよ。でみんなが、え、そもそも練習自体も6回ぐらいしか合わせるのがなくて、であと2回ドラム不在、やばいやばいんじゃねみたいになって、で本番あと4日後5日後、いや結構焦りますよね。結構緊張ですね。で次、その次の日がもうゲネプロ全部通すやつだったんですけど、はい、でやばい、次の日もやばいんじゃないかってなって、もうみんなそわそわ。うわ、でしかも津賀さん初めて牡蠣食べたらしくて。初めてで当たって、当たっちゃって、辛いですね。そう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 、でも私も牡蠣当たるんですよ。あ、そうなんですか。そうそうそう、だから気持ちはわかる、めっちゃ辛い、もう本当にずっとトイレにこもりっぱなしだし、そうですよね、だから大丈夫かな津賀篤さんって思いながら、でなんかもう明日も大丈夫なのか本番も大丈夫なのかって思いながら
まあでも無事次の日津川さん来て一緒に練習したんですけど、はい、やっぱりねこの打ち上げの時に話してたらやっぱりこの最後の練習の日も来たけどめっちゃ辛かったって言ってていや辛いですよ。そうね、その辛い中ね、この私のライブのために来てくれて本当にありがたいなって思ってるんですけど、もうだからね本当津川さんもありがとうございますって感じですね。バンドの皆さん、しかもそんな津川さんがこの打ち上げの時に、まあ、最後に、まあ、こんな私でしたがまた一緒にやってくれますか、お願いしますって言ったら3ヶ月後にまたやろうよって言ってくれて、めっちゃ嬉しくないですか。嬉しいですね。そう、あんななんかすごいディアマンティスのね、はい、このドラムしてる方にそんなこと言われたら泣いちゃいますよ、うん、またそう本当に泣きそうだった。以上もう泣きながら話してたんですけどね、その時も。いやーそれはそれはいいですね。そうそう、やっぱりね、いやすごい。いやそうなっちゃいますよ本当に、うんうんうん、僕でも泣くと思います。泣く。しかもマサルさんも、マサルさんギターなんですけどの方もすごい本当に沖縄のねすごいギタリストなんですけど、はい、このいろんなサポート今までしてきてなかなか感情移入することってないけど今回勇気のサポートして感情移入してしまったって言ってくれて、わー、嬉しい。これまたちょっと来ますね、うん、泣ける、だいぶ泣ける。はい、そう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 、嬉しかったな。こんなねすごい人たちにね言われたら泣いちゃうなって思いながら、だからこの一緒にやるやっぱバンドメンバーもスタッフさんとかもやっぱり同じ気持ちでやりたいじゃないですか、やるならどうせなら、はい、それができたライブだったなって思って、だからやっぱ 音にもなんか違う、音も違かったんですよね、うん、やっぱりすごいなんかいい音に包まれながら私は歌うことができて幸せいやもう本当に今回のこの成功の陰にはいろんな壁があったんですね。本当、うんうん、本当、本当。いやでも本当にこういう話を聞いて、うんうん、やっぱりあるべくしあった試練だったんだなってつくづく思いますね、うんうんうん、本当に本当。いやではここでメール来てますので読み上げてもよろしいですか。進撃のめいちゃんから、あ、めいちゃん、リクエストもあるんですが、はいはい、そのまま BGM でお流しします。はい、はい、ゆきちゃんとキャンさんこんばんは。こんばんは。キャンさんのチェリーっぷりは、散々深夜のお祭りラジオで聞きましたわら、うんうん、進撃のめいちゃんです。はい、真面目な話からチェリーの話まで幅広いところ、そこが素敵です。 ありがとうございます、うんうんうん、お出かけ先のバスを待ちながら、聞かせていただきますね。はい、ではまたメッセージさせていただきますとのことです。ありがとう、ありがとうございます。はい、ではメッセージ続いております。お2通目、うん、多分だけどキャンさんのチェリーボーイを克服できないのはまだまだあるはずですまあ私もだけど、私の場合、出会いを求めてます。なのでなるべく人に出会うイベントなどに参加してますよ。だからキャンさんラジオのリスナーになるしかないんじゃないな。あは、では楽しく聞かせていただきますねっていうことです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう1通来てますね。おお、こちらはですね、あ、函館マウンテンさんからです。ゆきちゃん、今日のなまら笑顔めんこーい。めんこいって何？かわいいってことですよ。ありがとうございます次回のライブ配信してけれね、ほんと配信したい。 FM ギノワンで、いやー山内さんと陽相談ということで、なんかいろいろお金が絡むらしいですよまあまあまあ、これは皆様のね、はい、ご支援とスポンサーお待ちしておりま す、ね、お待ちしておりますしかも恋するかっちゃんさん、最終目標はゆうきちゃんを甲子園球場でライブさせることやな。したい、ほんとに。なんかみんなで音にまみれて楽しみたい、たくさんの人と。そうですね、で今回140、150人ぐらいいたんですけど、もうもっともっともっといっぱいの人と楽しみたいって言ったらね、場所は広いところになりますもんね。そうですね、ぜひ甲子園球場で
僕もぜひその時には DJ やる DJ をぜひお願いします。いやかっこいい DJ になれてたらいいないちご味になれてるかなその時にはいや別にままであのチェリーのままで構わないんであの水着のお姉さんたちに囲まれたいあなるほどねあエコさんハローチロンピーそうエコさん見に来てくれたんですよライブ一番前の方で。いやエコさんいつもありがとうございます、ありがとうございます。ナルトラさんまずはギノワンギノワン球場で、あ確かにね、そうですね、そうね、そうギノワン市から攻めていこうかな。そうですよ、しかもギノワン市にはコンベンションセンターというね、はい、素晴らしい施設があるので大きな施設がありますから。じゃあ私5年以内にはちょっとコンベンションセンターの劇場等でライブしたいなって思ってるんですよ。あそこはもう高安会長に高安さんね、お願いしよう、一緒に頑張りましょう。うん、ぜひぜひ。だから今度はまたこの FM ギノワンのねみんなと楽しいライブしたいなって思います。うん、結構音楽されてる方が多いですからね。うんうんうん、だからほんとやりましょうよあっちで FM ギノワン音楽フェースってね。そう、海浜公園で。いやそこは本当に面白くなりそうですね。うん、これもまたお金とか言うの。まあお金ってよりは、うん、多分あれじゃないですか、どちらかというと今度は山内さんの気持ちじゃないですか、うんうん、なるほどね、山内パパね。さあどうやって乗らそうかなってそっか、じゃあとりあえず考えてみよう、どんなことがしたいか。あとはやっぱりお金もそうですけど、うん、人員じゃないですか。いっぱいどれ、確かにね、人が来てくれないとね、はい、であとは演出、まあ、出演される方はもちろんですけど、うんうんうん、やはりこういうイベントごとっていうのは支える皆さんが必要になるので、うん、そうですね、はい、あ、エコさんが自分も出るって、うん、エコさんは出ていただくならもちろんあの裏のサポートもお願いします、うん、エコさんはじゃあいっぱいお金持ってきてねいやあの本当にそういうフェスをやるにはやはりすごい大規模なイベントになると思いますので、うんうんうん、皆さんの本当でも楽しそう、皆さんのサポートがないと多分無理でしょうね。うんうんうん、本当でもね絶対楽しいと、いやもう絶対楽しいことしたい、あると思いますよ。なんかみんなでワクワクしたくないですか、はい、ワクワクしたいですよ。毎日ワクワクしてますか。してますよ僕は。お、いいね。もちろんですよ。こう言っちゃなんですけど、うんうんうん、やりたいことが多すぎて、うんうんうん、僕暇ないんですよ。あ、最高じゃん。みんな聞きました。だからいつも顔が疲れてるんですよやりたいことやりすぎて、やりたいことやりすぎて、まあ、それはそれでね、いいのかな。あ、時間が空いたらまず絶対体を動かしにどっか行きますし。すごいアクティブですね。ローラーブレードがもともと好きなので、うん、まあ、ギノワンで言ったらイコパーって公園があるじゃないですか。めっちゃ家近い、うん、あそこは沖縄で一番いいスケート場があるんですよ。あ、あれねすごいよね。はい、大きいですし、うんうんうん、ちゃんと設備としてもあれ素晴らしいので、うんうんうん、あっちでたまにやってんの。たまに飛んでます。ほんと、はい、たまに走ってるよ。あ、そうなんですね、うん、結構ローラーブレードをやってるのは僕ぐらいなんで。あ、みんなねスケボーとかね。そうです ね、そうよね。向こうに行ったらスケボーの子たちに、はあ、大人の人でやってるの初めて見たかちょっとこれバカにされてるあとはあの怪人さん以外で初めて見たって言われますねケンタさんがだからチェリーなんですねそうなんです、そうなんですよ、そうなんですよ、悩みですね。うんうん、まあでもいいんじゃないですか。こういうことでやったらモテるかなと思っていろんなことをやりすぎて、うんうんうん、結果時間がないと。なるほどね。まあでもワクワク大事。なんか私の曲の中に人生一度きりだからっていう曲があって、はい、でまあその曲もね初めてこのライブで歌ってたんですけど、まあ、なんか人生一度きりだから毎日ワクワクしようよって歌で、でもなんかそれを本当になんか自分に言い聞かせた歌だったなって思って今回。うーん、だからなんかこれからは、まあ、一応なんかいろんなことに挑戦するのって怖いじゃないですか。で今回のライブもなんかワンマンになるのすごい不安だったけど、でもやってよかったなって思うし、ちょっとワクワクに従ってやりたいこと全部やったんですよこのライブで。なんかギター持たないでマイクだけ持って歌ってみようとか、はい、今までやったことなかったけど、おっしゃってましたね。うんうんうん、だからね
すごい楽しかった。で後から写真見てすごい楽しそうなんですよ、自分が。いい表情してたんですね。そう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 、あ、こんな顔して歌ってたんだ私って思って、まあ、後からね、なんか SNS とかにもねアップしていこうかなっても思うんですけど、皆さんよかったら見てみてください。それがね、やっぱり皆さんに伝わって、うんうんうん、みんなですごい楽しい、うん、そう、すごい楽しそうだったね、イベントになったんじゃないですか。そうそうね、一番ね、やっぱり歌発信する側も楽しまないとそれがね伝わらないのかなって思う。そうですよ、もちろんその通りだと思います。うん、本当いいライブだったな、うん、自分で言うけど。いいんじゃないですか。いいかな、言っちゃっていいかな。たまには自画自賛しましょう。そうね、頑張ったよ、私頑張りましたよね、はい、うん、いやよかったわ。僕だって自画自賛したい時ありますからね。うん、だからなんかご褒美あげたい、自分に。はい、何あげよう、何しよう、何がいいですか、なんかご褒美。じゃちょっとご褒美考えるから曲いきましょうか。はい、ではでは次の曲ですね。はい、アバさんでダンシングクイーン。ご褒美、なんかいいご褒美あるか。意外ですね、すぐに出てこないっていう。うん、ね、欲しいものないんだ。無欲ですね、無欲。僕いっぱいあります。新しい DJ の機会欲しいなとか。あ、でも自分は今物が欲しいというより知識が欲しいです。あ、音楽作りたいです。才能が欲しい。そうですね、こればかりは努力しないとやっぱりどっちも得られないものなので、そういう意味で時間が欲しいと。太鼓さん今のまあ頂戴的な要素があったの。バレた。ああ、はいはいはい。それ僕もちょっと感じました。僕がなんかどっか誘わないといけないのかなってちょっと思いましたよ。正直。みんなちょうだいみたいな。お酒ですかって思いましたよ。じゃあもうお酒とかじゃ足りない。やっぱね、その日で打ち上げもあったけど。もう その感じが見て取れたんで、わざとあえて僕は何も言いませんでしたけど。最後さん、ちょうだい。ご褒美。ご褒美欲しいです。ゆきちゃん食べられなくいそうだもん。うん、欲しい、何か欲しい。何が欲しい。あ、CD 作りたいから。ね。そのね、いろいろね。はい。そう、今回のライブで、この CD 欲しいって言ってくれた人がすごいいっぱいいて生々しいわ。クラウドファンディング。そうね、そうね、 CD 作りたい。そうね、いやでも現実的、ただでも本当のご褒美だったら何が欲しいんだろう。ディズニーランド行きたいし、自分でサンプリングして CDR に一つ一つ焼いていって、自分で手書きでやって世界で一番 CD って販売したいです。あ、でもめっちゃ時間かかりますね。時間はめっちゃかかりますね。労力も必要です。どうする、どうする。みんなどうする。ファミリティ行っちゃったね。あれ、どれ、そっか。ご褒美か。皆さん、みんなは何が欲しいですか？なんか自分が頑張ったご褒美だった。キャンさんは DJ の機会？俺らにどうする言われてもな。正確には自分は DJ っていうよりはやっぱり作曲用の機械ですね。あ、機械、シンセサイザーですね。うん、さっきみたいな、あ、あのかっこいいやつね。はい、大工さんマンション行った。しかもかっちゃんさんが CD 制作資金が欲しい、リスナーから資金集めよう。おー、しかもそう、この番組もね、
3ヶ月以内にあの CM を流してくれるスポンサーさんを見つけないと3ヶ月で番組打ち切りってあの山内局長に脅されてるんですよ皆さんなのでぜひなんかお知り合いとかそういうね CD じゃないCM 流したいっていう方がいたらぜひご紹介お願いいたします。そう、まずスポンサー探さないとなんですよね、太鼓さん CD 云々の前にね、まずこの番組がなくなっちゃうその後に CD とほんとね、しかももう始まりますか。そうです、あと15秒ぐらいなんで本放送でいきましょう。そら豆ラジオ、みんなで楽しくおしゃべりしてます。そう、今ね曲流してる間にもちょっと喋ってたんですけど、あのこの番組3ヶ月以内に番組内で CM を流してくれるスポンサーさんを探さないと番組が打ち切りと山内局長に脅されていますなので皆さんぜひご協力よろしくお願いいたしますまあ皆さんだったら多分ついてくれるでしょうね、うん、ということで、そうそうそう、なんかねまあお知り合いだったりまあリスナーの方だったり、あ、もしねエコさんが、うん、キャンチンスポンサーになってあげてって言いますけど、僕の安月給では無理です僕の安月給では無理です皆さんどうかよろしくお願いいたします。大吾さん脅されてるって言い方、いや本当脅されてるんですよなるとらさん、それこそ商工会の人いたのも本当ですよね。そう、今度ちょっと挨拶に行ってみようかな、お願いしますと。いろんな皆さんがいるんですね。そうそう、私ねおしゃべりも大好きなんで、はい、一応ね続けたいんですよねラジオは、うん、絶対。ナルトナさんが自分の安月給でも無理ですきりそっか、まあでもね、もしご協力いける方がいたら FM ギノワンまで連絡よろしくお願いします。はい、そら豆ラジオ宛てにいやでもね、そうそう、でこのライブが終わって、CD を欲しいって言ってくれる方もすごいいっぱいいて、まあ、今度は CD を作ってレコ発ワンマンライブしようかなって思ってるんですよ。で結構ね、なんだっけ、このお店なんか漫画倉庫さんとかが私の曲を流してくれることとかになって。あ、そうなんですか。そうなんですよ、販売もしてくれるって言って。おめでとうございます。ありがとうございます。でも、はい、CD がまだないいや早く作らないといけないんですよね。いやこれはちょっとチャンスじゃないですか。嬉しいですよね、まあ、まずは合わせてんからということで、はい、知り合いが見に来てくれててすごい感動したって言ってくれて、で働いてるんですよね漫画倉庫 で、はい、ですぐこの漫画倉庫にの方にこの交渉していただいたらしくて、すごいじゃないですか。それで OK もらったよって言われて、あ、ありがとうって感じでね。だからもう早く CD 作らなきゃって。いや本当にですよ、これはこのチャンスは逃しちゃダメだと思いますよ、うんうんうん、僕は本当にそこから広げていきたいなって思って。おそらさんありがとうございます。パチパチおめでおめおめです、ありがとうございます。そうそう、だからね早く作って、そこからまたレコ発ワンマンライブで皆さんにもぜひ遊びに来ていただきたいです。でその時にねライブ配信できたらいいな、うん、ね、そしたらね沖縄にいない方にも見てもらえるからね。いやだからこれからもやることいっぱいだから頑張ろうって思えるライブでした。本当に頑張ろう、お互いに、うん、僕もですねやはり今いろいろと依頼されたりとか、うんうん、DJ やる場所が増えそうな感じなんで、うん、おお、いいじゃん。僕も今やっぱり
大変かもしれないですけど、うんうん、頑張ったら自分のやりたいことがなんかできそうな、うんうん、この流れっていうのは逃がさないでおこうかなと思っています。チャンスつかみましょう。はい、ね、お互いに。そうそう、ワクワクすることに向かって。そうですよ、なんか人生ね、楽しみたい。楽しみながら生きるのが一番です、うん、皆さん一緒に楽しみましょう。はい、あ、おそろさん FM ギノワンで1時間に1曲曲を流したらいいのに。あ、そうですね、だからまず音源作らなきゃ。今空豆しかないんですよね、私の曲といえば、あのCD にあるのがだからね、早く作ります。皆さん待っててください。いや、この CD ができたら、うん、絶対いろんなとこで使われると思いますよ。そのライブでやはり感銘受けた方いっぱいいらっしゃるんで。うん、そうであると嬉しいな。まずそうですね、聞いてもらわないと始まりませんもんね。そうですね、それがライブに来てしか聞けなかったらね、やっぱり狭まれちゃうんでね、はい、であとこの番組でもバンバン流してね、うんうんうん、そうする。そしたら皆さん聞いて、あ、この曲いいな、うん、こういうところで流したいな、いろんな意見が出てくると思います、うん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 、皆さんの意見を参考にね、はいはい、しかも恋するかっちゃんさん、そら豆ラジオのスポンサー募集、企業さんぜひスポンサーよろしくお願いします。 FM ギノワン今すぐお電話を。ありがとうございます。ありがとうございますそうです、そうです、募集しています。お、ナルトラさん、それ人生を楽しみたいからこそ沖縄に来たわけよ。あ、そうなんですね、楽しむために。じゃあ一緒に楽しみましょう。いや、もうそうですよ、もう、うんうん、楽しいことばっかりですよ、これからの時代は、うん、そう。しかもね、ライブの、まあ、2日後には私、あの沖縄国際映画祭のレッドカーペットも歩かせてもらったんですけど、それまた楽しくて、みんなでワイワイしながら行ってましたね。はい、楽しかった、いい経験ができましたね。でその後、僕も本当行きたかったんですけどね。ねえ、残念。まあまあ来年、はい、来年ぜひ、うん、カメラマンでもいいんで。あ、ぜひぜひ。あのレッドカーペット歩くの目標なんです。あ、そうなんですか。私も目標にしてたんですよ、ずっと。2年第2回の時ぐらいから、はい、私その時はスタッフとして働いてて。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。で、私このレッドカーペットを歩き終わった芸能人さんたちにお茶出しをしてたんですよ、はい、もうなんか相川翔さんとか、はあ、すごかったにお茶出ししながら心の中で、はい、なんか、いや、もう少ししたらもうあなたたちのところまで行くので待っててくださいMe too ってつぶやいて。 Me too。 そうそう、とりあえずレッドカーペットは歩けたので、あともうちょっとかな。自分も実はですね、今回、うんうん、映画祭で上映されてた映画作品の中に、うんうん、出てるの？出てる番組、あ、映画があります。エキストラ趣味なんですよ。あ、いろいろ応募してやったりとかしてて、うんうん、へえ、なんていう？クジラ島の忘れ物という映画で、すごいいい名前ね。主演が大野いとさんと森崎ウィンさんって方で、この森崎ウィンさんって方は、うんうん、今やってるレディープレイヤーっていう、うんうん、あのスピルバーグの、うん、あのハリウッド映画、はいはい、あの VR の映画がありますよね、うんうんうん、これに出演されてる方です。へえ、すごい。ハリウッド俳優の方とお話ししたことがあります。わー、すごいね。すごいじゃん、キャンティー、はい、バックヤードで一緒に雑談しました英語で？いえいえ、森崎さん、あの一応日本人なんです。あ、そうなんですね。あ、へえ、すごいね、はい、そんなことが見たい。それはもう見れないの？あの8月から上映でしたね、一般上映は。これからなんだ、はい、この映画祭で、まあ、最初に上映やりますよ、はい、みたいな。はあ、行きたかったんですよ、これも重なってたんですよ、自分仕事と。うわー、じゃあ皆さんもぜひチェックしてみてください。お願いいたします。はい、そんな感じでね、今日はこの抜け殻になった私なんですけど、皆さん1時間お付き合いいただき本当にありがとうございます。そしてね、この、まあ、先週あったワンマンライブの応援や心配をしてくれた方も本当にありがとうございます。無事チケットソールドアウト、満員お礼ということで、すごい楽しいライブをすることができました。次はね、 CD を作って半年以内にはまたレコ発ワンマンライブしたいと思うので、その時はまたよろしくお願いいたします。キャンティーは言い残したことを？僕ですか、はい、ここで告知です。お、
今週末日曜日、はいはい、琉球ドラゴンプロレスさんが5周年ライブ、うん、あ5周年イベントやりますので、うん、旗揚げ5周年ですね、はい、試合がありますので、カデナの方でですね、うん、試合開始2時と、はい、私実は音響を1年ほどさせていただいておりまして、うん、音響兼 DJ という、お後ろでノリノリで立っておりますので DJ キャンティ、はい、プロレスにプロレスに興味のある皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、皆さん足を運んでみてください。はい、では皆さんまた来週お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ツイキャスの方にはコメントが入るようにしてます。上がり咲きと視力地通常いる。あ、大吾さんお疲れ様、ありがとうございます。エコさんお疲れ、ケンタさんお疲れ様です、ありがとうございます。え、今日私大丈夫だったかな、なんか何喋ったかも分からん。いや、もうたまにはそういう日が、ね、そういう抜けてる時もね、はい、貴重な1時間でした。来週からは元気に頑張ります。成川さんもお疲れ様です。じゃあまた次の番組があるので、バイバーイ、切るね、ありがとうございました。